生が言っていた剣士か。まさかあの者以外に我らの邪魔をする者がいるとはな。しかも鍵を手に入れているとは到底見逃すことはできない。悪いわ、ここで果ててもらうぞ。ゆりかごを守りし者よ、かの者に封じられし狂える働きよ。主の帰還は近い。己が本分を存分に遂げろだよ。よくぞ来た。我が名はアルマ。大いなる箱を封印せしめ。我が器ここに朽ち果てるとも、その魂は古来と受け継がれず、剣士へ遠吉で同胞たちを救いし者に、最後の鍵をそなたに託そう。剣士よ、心せよ。奪われし黒の鍵が箱の蓋を開こうとしている。悪しき夢がよみがえる前に、やれやれ、
先を越されちまったようだな。こっちが準備をしてる間にいろいろと嗅ぎ回ってくれるじゃないか。まあいい、どのみち俺には彼女に合わせる顔はないからな。自分ができることをするだけさ。やあ、アドル、オロホなら風見の丘へ出かけたよ。彼女に用事があるなら帰るのを待った方がいいな。あそこの魔物たちは多分君でも手こずると思うよ。Thank you.
まあ、アドルさん。ひょっとして、今の笛の音聞いてました？恥ずかしいです。母から教わったものですけど、なかなか思ったようにいかなくて。私、笛の練習をしに、たまにこの場所に来るんです。危険な獣が多いんですけど、見晴らしがいいので、手前に見えるのが遺跡の島、ゼメスの聖地。その向こうに見えるのがグラナバリスの村山です。渦に閉ざされた沖と違って、この湾はいつも天気がいいんです。聖地のアルマが守ってくださっているのでしょう。私、しばらくここで笛の練習をしていこうと思います。アドルさん、どうかお気をつけて。それは欠けてしまってるけど、間違いない、母様の鏡。ごめんなさい、あんまりにも私嬉しくて戻ってくると思わなかったから。ありがとう、本当にありがとうございます。ごめんなさい、この鏡は代々の巫女に受け継がれたもので、アルマの魂が宿ると言われています。私にとっては先代の巫女、亡くなった母の形見も同然なんです。本当に戻ってきてくれてよかった。ささやかではありますが、どうかお礼をさせてください。ありがとうございました。優しきアルマの祝福がアドルさんにありますように。そういえば村に医者がいなかったのではありませんか？実は、ごめんなさい、やっぱりやめておきますね。あの子、アドルさんのことを驚かせたいみたいです。レダ族とイレシア人の協力で吊り橋がようやく治ったんです。お互いの誤解も解けたみたいですし、本当に良かったです。レダ族とイレシア人のお互い、
ドル、よく来てくれた。ようやくカナンとの間の吊り橋を直すことができたのだ。この件はクヴァルに任せていたが、エレシア人との交渉も含めて見事な采配ぶりを見せてくれた。あやつなら俺に何かあった時も皆を任せることができそうだ。おお、はよう、この件、あやつ、あいにくそのうち、あいにくそのうち、カナン平原の洞窟には随分と硬い殻を持つ貝の魔物が生息しています。彼らはある鈴の音に弱く、当紹介でその鈴を管理していたのですが、ラーバ先生にお貸しした際、お弟子さんがなくしてしまったのです。弱りましたね。あの鈴なしでは容易に平原の洞窟へは入れません。吊り橋が修復されたので、デダルフの使いが訪ねてきたのじゃ。なんでも怪しげな連中がこの地で暗躍しておるらしい。反目し合っている場合ではないのかもしれんな。それはそうと、例の話は忘れておらんじゃろうな。ゼメシ島への上陸方法をお前が見つけてくるという話じゃ。なんじゃと？宮殿の後に像と輝く柱のようなものがあったか。これはラーバ先生に相談してみるべきかもしれんな。しかし冒険家とは聞いていたが、なかなかやるじゃないか。よし、お前にこいつを貸してやることにしようかの。わしの故郷アルタゴに伝わる怪神グラッテオスの護符でな。持っていれば水の中でも自由に行動できるという優れものじゃ。ひょっとしたら今まで行けなかった場所に行けるようになるかもしれんぞ。
だが勘違いするなよ。あくまで貸してやるだけじゃからな。アドル君、元気でやっているようだな。リーブとは窮地でね、バスラム殿のところへ来たついでに立ち寄ったんだ。そうだ、今日はイーシャを連れてきたんだ。ダーバ先生のところにお邪魔しているはずだから、ぜひ会ってやってもらえないか。ずいぶんと君に会いたがっていたよ。ここにいるなんてさ。こいつクバル兄ちゃんの用事にくっついてきたんだってさ。あのね、やっと吊り橋が治ったの。前から一度街を見たいと思ってたから。それにお祭りのことウルに伝えておこうと思って。へへー、とかなんとか言っちゃってさ。本当はお前兄ちゃんに会いに来たんだろ。お前も変わったよな。小さい頃はオルハネの後を追いかけてばかりだったのにさ。アドル兄ちゃんに会うために町に遊びに来ちゃうなんてな。知らない、ウル無神経だから嫌い。ほらウルよ、女の子をからかうとは一人前の男にあるまじき態度だ。今一度オード族長に鍛えてもらった方が良さそうだな。うわ、そりゃ勘弁だよ。父ちゃんに知られたら俺マジで大目玉食らうし。あ、そうだ、ティセと遊ぶ約束してたんだ。じゃあな兄ちゃん、ゆっくりしていってくれよな。相変わらず精力的に各地を探索しとるようだな。この老いぼれの知恵でよければ喜んで貸すぞ。せっかく嬢ちゃんがわざわざ訪ねてきたのだ。たまには骨を休めて。相変わらず精この老いぼれ。しかし足が治って一安心だ。そんな些細なことで、レオード族長もバスラムも、せっかく嬢ちゃんたまには骨をやっ、相変わらずせいこのおい、せっかく嬢ちゃんがたまには骨を、エレシア人の町、思っていたのと全然違った。先生とリーブさんの家は違うけど、他はみんな石でできてるなんて。ウル、よく平気だなって思う。お兄ちゃんはネダの村とどっちが好き？本当？あ、吊り橋を渡るときになんだか変なものを見たの。見たことのない木の塊が沖の方を流れていって、島の裏側に隠れちゃった。